はいどうも、ヘビフロッグと申します。というわけで今回はカニにねるねるねるねを与えたら食べるのか、それとも食べないのか検証していきたいと思います。どういうことか説明すると、黒弁慶ガニにこの有名な駄菓子ねるねるねるねを与えてみたら、この自慢のハサミで練るのか、それとも練らないのかっていうのを検証したいんですよね。まあ、つまり、食べるのか、食べないのかっていうのを検証してみます。このカニは、雑食で、陸に上がった魚の死骸や鳥の死骸なんかを食べてるんですよね。また植物も食べている、何でも食べる、水辺のお掃除屋です。じゃあもしその水辺に、ねるねるねるねがあったら、この水辺の掃除屋、カニであれば、食べてくれるのではないか、と思ったんですよね。お、喧嘩してる。やめろ、私のために喧嘩をしないで。はい、というわけでそういう理由でねるねるねるねを与えていきます。じゃあ早速ねるねるねるねを作っていきます。ほら、これ取り外さないと。よし、おー、化学物質ですね。ほら、でこれを入れてかき混ぜると、なんと色が、おー、ピンク色になりました。いや、紫ですかね。完成です。それでは早速食べてくれるのか検証していきます。くらえ、ポン。さあ食べてくれるか。お、近寄ってきてる。試しにこいつに与えてみます。はい、おお、ちょっと待って、普通にめっちゃ食っとるやないか。じゃあこの3匹に近寄せてみます。これおお、お、ハサミを伸ばしてる。あははは、うわ、ねるねるねるねに釣られてハサミを伸ばしてます。うわ食べてる食べてる。おー、爆食してますね。はい、おー、食べてます。はい、おー、食べてるよ。ハサミで練ってる。おお、練ってる練ってる。
ハサミで必死にねるねるねるを練ってます。お、しかもその練ったハサミについたねるねるねるを食べてますね。はい、おお、食べてる。あれ、口から出してますね。あ、全然食べてますね。これであれば水辺にねるねるねるねが落ちたとしてもこいつらが掃除してくれるんで大丈夫ですね。おー、食べてる食べてる。おー、食っとる食っとる。食べてますね。このカニたちにねるねるねるねを与えてみたっていう動画でした。というわけで今回はこんな感じで終わります。ご視聴ありがとうございました。